はい、続きまして第2ヒート片軸限定です。はい、こちら AR マシンで頑張っていきます。映りたいわけじゃないですよ別にその映りたいとかそういうのじゃないですよねコースアウトしてしまいましたね。残念。はい、続けて第3ヒートになります。シグナル20。さあ、それではシグナル20。シグナル20。さあ、それでは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 シグナル20。さあ、一回一回っている3番目、2番目から走っていたマシンがそこに画面ながらコースアウトしていく。さあ、トップを走るマシンはかなりの速度で駆け抜けていく。キッカーフラッシュもほぼ一瞬着地してそのままキッカーフラッシュといった形でしょうか。残念ながらおっと走っていく。さあ、走るのです。トップを打った YouTuber のマシンです。マシンが3周目に突入。おっと、これで残念ながらドラゴンバックのマシン止めない。コースアウト残念。さあ、ここで3周目に YouTuber が入れます。残り1分間と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 残り1分間最後のドラマスタイトルで勝利を取り込み、2連覇したからどんどん。はい、ということでウーは勝手に最強トーナメントに参加したわけですが、改めてマシンを紹介しますと、第1ヒート T ヒロキ杯チューンモーター限定のレース。こちらパンク杯でも走らせたマシンですが、台形タイヤのセッティングってなかなか難しいですよね。第2ヒートシロッコ杯片軸限定マシンですが、あれだよね、このスタビ気になってしょうがないよね。ドラゴンバックからの左コーナーをスタビにオーリングをつけることで減速を狙ったんですが、着地後マシンが浮いてるようにも見えたので、なかなか食いつくところまではいきませんでした。そして第3ヒートからメインで使ってます逆ブレーキですが、ブレーキセッティングの微調整がなかなか合わないところで、第5ヒートようやく完走はしましたが、チャンピオンズのシゲさんとの一騎打ちのレースとなり、その実力をまざまざと見せられる形となりました。ということで第1ヒートから第5ヒートまで全て一次予選敗退となりましたが、もうね、別にそんなことどうでもいいです。参加された皆さんとても楽しそうにミニ四駆やられてましたし、実力あるレーサーさんたちの走りを間近で見ることができたんでね、もう僕は大満足です。このようなレースに呼んでいただいたしろっこさんをはじめ、大会運営のフォースラボさん並びに関係者の皆様、大会お疲れ様と合わせてどうもありがとうございました。次回やるときはね、声を枯らさずに行きたいと思います。この番組を気に入っていただけた方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは最後、ウーア勝手に最強トーナメント総合優勝決定戦の様子をご覧ください。やっと言えたわ。というか今日カメラ多くて超嬉しい。それでは本日5月26日ここ横浜フォースラボウーア勝手に最強トーナメントチャンネル登録者数1万人突破スペシャル、オープンカス優勝決定戦、それでは選手の皆さん準備ができたらスイッチオン。最初はグー、じゃんけんぽい。はい、パンの方、パンの方、グー、グーの方、グーの方、はい。